ユニクロの国団です。セールで500円で買いました。でこのカーディガンはフィフスというネットショップのブランドです。すごい可愛くてお手頃な商品が揃っている、ネットショップのブランドです。このスカートは海外でいうユニクロみたいなブランドで買いました。このブーツは、セカンドハンドのショップで、買いましたが、一応ハリスツイードのムートンブーツです。人気商品ですが、セカンドハンドで売ってたんでお安く買いました。こちらのバッグは GU です。 GU の新作です。ただ、これだけだと寂しいので、チャームをつけました。今までやってきたこととか、はい、通ってきた道だったりとか、はい、ちょっと語ってくれませんか？はい、一応大学を卒業して2年間ほど美術館で働いてました。その時に、知り合いが編集雑誌の編集をしていて、そこで軽く読者モデルをすることになり、そこからスタイリストアシスタントを、運よく始めることができまして、何年か経ってから自分自身、スタイリストとして独立をしました。で、まあ、独立した後はちょっと1年ちょっとロンドンの方に留学をして、さらにまたファッションの勉強をして日本に戻ってきて、キャリアを積んで、今はメインには、ネットショッピングや、広告等のとか雑誌等の、スタイリングをしつつ、あとはインターネットの方でも、コーディネートの提案等をしております。自分自身は、どちらかというと、ネット系に強いファッションスタイリストとして頑張っているので、その辺をいろいろと活かしてきたらいいなと思っております。なんか自分のお気に入りのインテリアショップとか家具屋さんとか雑貨屋さんとかあったら教えてください。たまに散歩してて急に見つけたりする小さな家具屋さんとかアンティークショップ屋さんとかが結構好きなので、これといって特別なところはないですね。あとはまあ目黒通り沿いとかの、インテリアショップとかが好きだなと、あとはまあ、おなじみのイケアも大好きです。予算2万円で30代、はい、20代、30代、まあ、普通に働く女性がないインテリア、それとしてどういうところ連れて、どういうものを提案してもらう、組み合わせるものによってファストファッションのアイテムっていうのは、すごい使えるものがいっぱいあるわけで、あとは持っているアイテムと一緒に何を合わせたらいいかっていうのを提案していけたらいいなと思っております。ウェブサイトとかでも結構いい商品が売っているので、店頭ではなく、パソコン、インターネットを使って、お買い物のアテンダントもすることもできます。